運上とは、近代の日本における租税の一種。金銭で納付が行われる場合には、運上金と呼ばれる。中世においては、省円から上がった年貢を遠隔地の中央の領主に、交納することを指した。江戸時代に入ると、小物なりの一つとして租税化した。農業以外の各種産業の従事者に対して、一定の税率を定めて課税したものを運上と呼んだ。 これに対して特定の免許を得てその代わりに一定の税率等を定めずに必要に応じて上納させたものを名画と呼んだ。時代が下るにつれて両者の明確な違いは失われていった。内容は負荷の主体が幕府か繁華などによって異なる。運上は通常年単位で一定額を負加し、対象者は年期完了時までに原則勤労にて納付を行い、 そのガンデによって新しい年の課税額を決定した上で年期を改めたただし年期については原則は1年単位であったが複数年単位で契約を行い複数年場合によっては10年20年を一単位としている事例がある明治維新後も1869年に運上明河は当分現状維持するとしたが基礎改正が進行した百七十五年には 地方の雑税1500種が一斉に廃止された際に既存の運上、描画のほとんどは廃止された。ただし、旧運上、描画に代わって営業税や隠し間接税などに転換していった。ありがとうございます。